セイチューカーハンニダーハッピーバーステイトゥーユーお誕生日おめでとう私ペイ FM 宮崎さくらの今夜さくらの木の下でペイ FM おの皆さんこんばんはあいずまの宮崎さくらですリアルタイムで聴く方はハッシュタグさくの木とついてよろしくお願いしますさて収録は3月の10今日15日だ3月15日に行っています 昨日おとといとですね、アイズワンのオンラインコンサート、ワンダーストーリーが行われました。ああ、これです <laughs>、正直な話していいですか、結構、まだ自分の中で気持ちをちゃんとファンの皆さんに話せるような気持ちの整理をできてなくて、今、そのことについて話すと、なんか、出現しちゃいそうなので <laughs>。 今日はあ今日は私の誕生日の感じで行きたいと思ってるんですけど大丈夫ですか、皆さん <laughs>。なんかあまりにも昨日の出来事すぎて私もまだプライベートメールでもお話ししたんですけども、自分の気持ちの感情の整理がまだできてないから詳しく伝えることができないっていうのを話したんですけども。 まだ私自身やっぱり昨日今日の話なので整理できてない部分が多いのでコンサートのことに関してはまた来週話せたらなって思ってます一つ言いたいのはすごく私にとって大事なコンサートになったしあーでも思い出すとちょっとまたねちょっと涙が出てきそうになるので <laughs>。 今まだちょっと話さずにして今日は <laughs> あの放送的にはですね明日私が誕生日ということでですねはいなので私が誕生日だよっていうその明るい方の気持ちでね今日はラジオを撮っていきたいと思うので多分皆さん私が昨日来て何を話すかすごく注目されてると思うんですけども今日は私の誕生日の感じでいきたいと思うので。 ドキドキしてた方安心してください <laughs> さあそんな私にこんなメッセージいただきましたラジオネームかのんちゃんありがとうございます大好きな宮きさくらちゃんお誕生日おめでとうございますありがとうございます今年もさくちゃんにとって素晴らしい地点となりますように私にとってさくちゃんは 理想のの女性でで憧れの存在です。私は歌うことが大好きで両親の影響もあり小さい頃からオペラ歌手を夢見ておおすごい毎日練習に励んでいます時にはうまくいかなくてやめたくなったり辛くなったりした時もあったけどそんな時にサクちゃんの言葉パフォーマンスサクちゃんの存在に助けられてきましただからサクちゃんみたいに優しくて身も心も美しい人になることが私の一生の目標ですそしていつかサクちゃんに私の歌を聴いてもらいたいななんて思ったりもしています ここで質問ですさくちゃんは理想や憧れている存在の方はいますかさくちゃんがどんな道を歩んでも一生さくちゃんについていきますさくちゃんに出会えたことは私の一生の宝物です本当にいつもありがとう大好きですとありがとうございますこんな人になりたいとか具体的なその言葉にしたらあるんですけど存在はいないかもしれないですねなんかあまりにも自分が 不思議な人生を歩んできている人間なのでなんかこうなりたいってよりかは今の自分を超えたいってずっと思ってるのでなんかそういうあんまりこう理想の方とか憧れてる方ってのはいなくてどっちかっていうとんかあの人のああいうところが本当に素晴らしいと思って尊敬していてあでもこれが憧れの存在ってことなのかな憧れの存在ってどういうことだろう 一番近くにいいる存在だとやっぱりサッシーかなと思いますね、私はよく連絡も取ったりしてて今回のオンラインコンサートも時間の都合があったので私が村重とさっしーにチケットを渡して見てもらったんですけどもさっしーってなんか正しい発言しかしないというかそうなんかみんなが求めていて正しいことをさっしーはいつも言ってくれるし。 なんか私がこう辛いなと思うことに対してもそれは何々だからさくらは間違ってないよって言ってくれたりとか,なんかすごくその人が求めてることを言ってくれるのが本当にサッシーのすごいところだなと思っていて私はそれで学んだことを「i z ズワンにいる時にしているので。 アイドルとして私がやっている行動だったりがすごいねって言ってくださるんですけどもそういうのを私は身近にサッシーを見ていたからできてるかなと思ってだからサッシーにすごく私は学ばされているしこんないい先輩が近くにいて私のことも気にかけてくださってるのがすごくありがたいなって思ってます。 それではリスナーの皆さんからのメッセージご紹介しましょうラジオネームリリーさんありがとうございますサクちゃんお誕生日おめでとうございますありがとうございますプレゼント代わりにサクちゃんの推しポイントをお伝えさせてくださいアイザ n の活動を通してサクちゃんが素敵だなと感じるところは向上心の高さです現状に満足せず常に上のレベルを目指そうとするサクちゃんの姿は私自身に自分も頑張ろうという力を与えてくれます本当に推していることを自慢できる存在です 23歳になるさくちゃんが今年も輝く姿を楽しみにしていますこれからも応援していますとありがとうございます <laughs> 向上心の高さうんありがたいですねでもなんか向上心って大切なんですけど向上心が高すぎると今の自分を認めることが難しくなるというかこんなにやってもまだダメだ まだダメだって思い続けるとその頑張ってる。自分が褒めてもらえないんですよ。私自身にだから。なんか急に大変だなと思って辛いなと思って、考えの中でなんかはもう何もできないかもしれないって思う時があるんですよ。だから自分の性格に助けられてる部分もあれば、自分の性格に苦しめられてる部分もあるので、何とも言えないんですけども。向上心。も ほどほどに高いぐらいがいいかなって思ってますね <laughs> そうなんかもう10年上なんですよねアイドルやってきてだから何が本当の自分の気持ちかもわからなくなってくるっていうかなんかまこんなことをだから誕生日の時に話すなって感じなんですけど今は自分の気持ちがあんまりこう高いところにいないのでこういう話ばっかりして申し訳ないんですけどなんかいつも私がまあ したくない言葉とかねまあネットとかね書かれるじゃないですか当たり前のアイドルだし、まあ、芸能人というお仕事なので私はもうしょうがないかなと思ってて私は私のファンの人が傷ついてるのを見たくないっていつも言ってきててそれとファンの皆さんは自分のことを大切にしてあげてって言ってくれるんですけど私はもうそういう傷つく言葉とかを見ても精神が強いから何も思わないんじゃなくてもう何も感じなくなって。 心が麻痺しすぎててだからこそ本当にすっごい辛いこととかがあると自己防衛じゃないですけどこれ以上悲しくなりたくないと思ってんか気持ちを違うところに持っていこうとしちゃうところがある気がしました私はだから最後のそのコンサートの時にみんなのメンバーのね話「泣いちゃいそう」<laughs> まだ。 整理できてなないんだろうな自分の中であ <laughs> あそうそう誕生日なのに <laughs> いやなんかみんながすごい辛そうにしてるのを見ると自分も辛いのにそれよりもなんかみんなが辛いから私はしっかりしなきゃなって思っちゃう自分がいてでも そうすると自分の気持ちには素直になってないってことじゃないですかそしたらなんかこうやってなんか先ほどきっになんか涙出てくるんですよね <laughs> だから皆さん本当に感情には正直にいた方がいいと思いますよ私が長女だからそうなのかまあ10年やってきたからそうなのかわかんないんですけどなんか自分が辛いくせに自分だって辛いくせに 人が辛そうに見せるのを見て、なんかそっちを助けようとしちゃって、自分のことをほったらかしにしちゃうのが良くないなって思いますね。結局それって自分もどんどん辛くなるから、だからまあ、こうやって時々泣いて <laughs>、気持ちをね、あの解放させないといけないんですけど、こういう人多いと思うんですよ。みんながみんな自分のことだけを考えられない人っているじゃないですか。だから、 あのそういう人は私自身も自分のことだけを考えるのってもう難しくてファンの人だったりメンバーだったり、まあ、いろんなことを考えちゃうんですよね先にもうだから時には自分のことを先に考えていいんだよって私と同じような性格の方には言いたいですし自分自身にも言いたいなと思いますね いやなんか悲しい感じにさせたくなかったんですけど本当に申し訳ないですダメなのに <laughs> 悲しい感じにしたくなかったのにごめんなさい <laughs> さあそしてラジオネームョウさんありがとうございますまず日本語が下手で内容が理解しにくい点ご了承ください名前のように温かく美しいさくちゃん23回目のお誕生日おめでとうございますさくちゃんを知ってから1年に1度だけの3月という日にちが特別に貴重で特別に感じられます もうアイとして3回目の誕生日を迎えたなんて信じられません年月がとても早いですこの3年間の間さくちゃんはもう韓国語ネイティブで今まで私が知らなかったさくちゃんの新しい魅力を感じています何より舞台での姿でまぶしい成長を感じた時ファンとして本当に嬉しいですコロナによって直接お会いできなくて残念な状況ですがいつも WIZON そばにいることを忘れないでくださいそしてさくちゃんは今も十分に頑張っていて 素敵で誰よりも輝く人だからあんまり大変な時は無理しないで適切な休息と健康をもっていつまでも活動する姿を見られるなら私は望むことがないです。もう一度お誕お日おめでとうございます。誕生日はメンバーたちとおいしいものをたくさん食べて楽しい時間を過ごしてください。いつもいいことだけいっぱいあってほしいしいつでもどこでもさくちゃんが輝くように熱心に応援しているからどこまでも素敵な舞台たくさん作ってくださったら嬉しいです。 そしてまたオンラインコンサート準備するのに本当にお疲れ様でしたおかげで本当に楽しかったし忘れられない一日になりましたコロナが収束するその日までお互い元気な姿でお会いできるその日を待ちながらさくちゃんは本当に本当に綺麗ですあそしてさくちゃんもしかしてソウルの地下鉄にある誕生日の電光版見ましたか気になって訪ねてみたんですが本当に綺麗で写真も一緒に送りますとわあすごい本当にいやなんかね誕生日ということで 伝告版,電光版とかだったりとか,なんかオリーブ・ヤングの,その広告だったりとか雑誌の広告だったりあとまあカフェをやってくださったりとか本当に皆さんがその私の誕生日のためにいろいろしてくださって本当にもう感謝の気持ちでいっぱいですね。 自分の誕生日を私以上に喜んでくださって祝福してくださる皆さんがいるから私にとっても誕生日というのがとても大切な日になってるなって本当に毎回思います本当にありがとうございますでもオンラインコンサートね終わった後みんなでね今コロナなので外でねみんなで打ち上げとかはできなかったんですけどもスタッフさんと一緒にっていうのはでもメンバーではね宿舎で集まって 美味しいものを食べながら過ごしたので、皆さん心配しないでください <laughs>。あのコンサート前はね、バタバタもしてたし、緊張もあって、全然ご飯食べれなかったんですけど、終わった後にすっごい美味しく食べました。なんかチェヨンが作ってくれるラーメンが美味しいっていう噂があって、みんなで食べようってことになって作ってくれたんですけど。めっちゃ めっっちゃ美味しかったんですよ何が違うのってぐらい本当にめちゃくちゃ美味しくてしかもそのラーメンを食べた後にその汁でその残ったスープでご飯を入れてまた煮てくれたんですけどわあ信じられないぐらい美味しかったですめっちゃもう今も記憶に残るというか今も食べたくなるぐらいああのー、ラーメンの作り方は本当にめちゃめちゃ美味しかったまた気候どうやって作ってるのか <laughs> 続いてのメッセージご紹介します。ラジオネーム m&m さんありがとうございます。さくちゃん、こんばんは。こんばんは。つい先日、高校を卒業した男性ウィズワンです。3月19日はさくちゃんの誕生日ですね。さくちゃんは何歳になったのかな？わからなくなったらまたネット検索してね。誕生日についてですが。 前日3月7日は妹の誕生日でした3月6日に僕の卒業式があったのでその後に家族写真をあるフォトスタジオで撮ったのですがその時の妹はもう世界一可愛かったです僕にとって家族や推しがとても大切な存在なのでたくさんの愛を届けたいと思っていますここで質問です妹の誕生日にはいろいろとプレゼントをあげたのですがたくちゃんは誕生日にメンバーや家族スタッフさんからプレゼントをもらいましたか、また ご家族との思い出話もよかったら聞かせてほわいいめちゃめちゃ妹かわいい赤ちゃんちゃん <laughs> かわいいですねあ高校を卒業したってさそう書いてるから M&M さんもめちゃめちゃ若いのかだからすごいな子供の写真送られてきたなと思ったらかわいいめちゃめちゃ妹がかわいいこれは世界一かわいいですね本当にええー、誕生日に ?1 回目の誕生日は ビオレッタの練習中でみんなで集まってくれてケーキ食べたりとか V ライブもしたじゃないですかだからその本当に嬉しかったですね私のことなのに自分のことのように喜んでくれるみんなを見ててすごく嬉しかったの覚えてますあと「IZONETU」も撮っててその時にで私の誕生日近かったからその学校のコンセプトだったじゃないですかで学校のところでもすごく お祝いしててくれて私はその時のチェキが本当に人生の宝物というか今でも大切にしている宝物ですねで2回目の誕生日はフィエスタのカムバックの時だったのかなそれぐらいの時で活動を休止してた後にすぐ私の誕生日が来て私は V ライブができたんですけどミンジュとチェヨンは誕生日の時にちょうど活動を休止中だったので V ライブができなくて。 なので私は自分のお祝いもしたかったんですけど2人のお祝いがどうしてもしたくてふたふたに私からこうお祝いできたらいいんですけどってことをお願いしてケーキもね2人分買ってきてもらってっていうので3人でお祝いしたのをすごく覚えてますねなんかあの時は久しぶりに嬉しいことがあってファンの皆さんと一緒に誕生日を過ごせるありがたさを改めて感じた誕生日だったかなと思いますで今回の誕生日は まだどうなるかわかんないんですけど、その時誕生日は来てないからね、どういう感じになるかわからないんですけど、うーん、とにかく嬉しい誕生日になったらな、嬉しいっていうか幸せな誕生日になったらなと思います。アイズ a ンとしての最後の誕生日ではあるし、アイズ a ンメンバーの中でも私が一番最後に誕生日を、アイズ a ンメンバーの中でその4月中に誕生日を迎えるのが私が最後なので、少しでもこう、 ウィズワンにとっても私にとっても幸せな誕生日を迎えられたらなって思ってます続いていラジオネームともさんからのメッセージありがとうございます 大学生のトモです。さくの木いつも聞いていますが、メールを送るのは初めてです。さくの木に、というかラジオにメールを送ること自体が初めてです。いつも愛さんの笑顔に元気をもらっています。そしてもうすぐ二十三歳の誕生日ですね。ウィズワンはさくらさんの誕生日を祝う準備万端です。さくらさんは祝われる準備できていますか少し早いですが、お誕生日おめでとうございます。ここで一つ質問を送ります。さくらさんが思い描く五年後とは いつでも今を全力に生きるさくらさんですがそんなさくらさんが思い描く未来とはどんなものなのか聞いてみたいです体調に気をつけてくださいどこにいてもいつでもずっと応援していますとありがとうございます5年後ですか全く想像できないけど、まあ、28じゃないですかアイドルしてるかな難しいですねなんか自分でも言うの嫌だけど アイドルってやっぱり年齢のことですごい言われるじゃないですかって自分自身も感じるんですよね本当にどん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 若い子たちが出てくるじゃないですかウォニョンより若い子たちがデビューとかしてるのを見るとわ私って何歳までアイドルできるかなって思うんですけどでも私はアイドルがしたいんですよ続けていきたいけどやっぱりそういう若い子たち見ると いつまでアイドルできるかなーっていうのはちょっと考えたりはしますね私はできる限りアイドルはしたいし多分5年後までアイドルしてたら自分の人生の半分以上はアイドルなんですよね28でしょでその時には15年やってるってことでしょ今10年目だからわお <laughs> めっちゃやってるやんアイドル <laughs> すごいなーよくやってんなー いやなんかよくやってるなと思いますわ自分でもよくやってるなって言ったらなんかこんなんかマイナスに捉えられるかもしれないんですけどこのアイドルっていう職業ってまあそんなに楽な職業ではないと思うんですよ。皆さん多分お仕事大変だから一番大変でとかなんか不幸自慢とかしたくないんですけどまあそんなにね楽な仕事ではないとは思ってるんですけど。うん だし自由もそんなにまあないっゃないじゃないですか正直コロナとか関係なくね外に出る時とかはマスクしたりとか何をするにもこう人の目を気にしないといけないですしその仕事をしてない時でもやっぱり仕事のことを考えてないといけない仕事ですしっていうのがあるので並大抵の仕事ではないと思うんですけどそれを今10年目としてやっててそれでもなおまだやりたいって言ってる自分にびっくりしてます <laughs>。 聞くわ逆にすごいやるやんって思ってなんか自分の中にいろんな自分がいるんですよ例えばなんかもう疲れてる自分とか楽しい自分とか頑張ってる自分とか皆さんもそうだと思うんですけどそういういろんな自分がいてそなんかあんまり何にもやりたくない超なんか面倒くさがりの自分もいるんですよ時々出てくる自分その自分が多分きっと今びっくりしてると思いますえまだやんのみたいな。<laughs> でもすごいなんか頑張ってる自分とか野心家私野心家ってすごいわれるし自分でもそう思うんですけど野心家の自分がもうどんどん行こうぜ行こうぜみたいな感じになっちゃってあのめんどくさがり屋の自分が「へえちょっと休もうよ」とか言ってる感じが自分の中で今葛藤してて <laughs> 皆さんもそうじゃないですかなんか自分の中に人格って言ったらあれですけど感情っていうかいろんな自分がいるから その時にどの自分が勝ってるかで行動って変わってくるじゃないですか, <laughs> だから何にもしたくない時は面倒くさがり屋の自分がもう最前列にいてもう何もしたくないですって叫んでる時なんだろうなと思います <laughs> でも私すぐ頑張ってる自分が出てくるのでなんか休みたいなって思った時は休んでってやっていける人生にしたいなって思ってますね私はうんこの2年半本当にすっごい頑張ってきたので。 少しでは休んでゆっくりゆっくりやっていきたいなとも思ってるしでもいやいやここからでしょう頑張らなきゃって思ってる自分もいて今すごく複雑です <laughs> だから5年後ってどう思い描いてるんですかって話なのに全然私今日質問に対して答えをできてないですね離脱しすぎてる言葉が <laughs> 思い描く5年後はうん思い描く5年後は アイドルしてたらいいなって思います <laughs> っていうか今日めちゃめちゃ話してるな <laughs> 続いてラジオネーム遠藤ちゃんからのメッセージありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんはお誕生日おめでとうございますそして2年半お疲れ様でしたまずは愛座になってくれてありがとうウィズワンでさせてくれてありがとう アイズ・ワンがいたからウィズワンででることができましたアイザを好きになってウィズ・ワンでいれたことが本当に本当に幸せでした今最後のコンサートが終わってメールを書いています始まりがあったからいつかお別れが来るのは分かっていたけど正直これから先もう12人が一緒にステージに立つことがないなんて信じられない気持ちが大きいですまたアイズ・オン・に花が出る瞬間もどが注目系って挨拶が始まって当たり前にウィズ・ワンって呼んでくれるようなそんな気がしてしまいます でも12人はこれから前を向いて新しい道に進んでいくんですよねああまた泣いちゃうってもう今日無理だ <laughs> ウィズワンはそれを言ってらっしゃいって言る場所にいて12人のこれから応援できる場所にいるんですよね私はできた人間ではないからまだ悲しい気持ちがあるけど半年でこんなに幸せなことってないんだろうと思います これから12人それぞれの花道を歩いていって幸せな日々を送ってほしいずっと応援しています改めてさくちゃん誕生日おめでとうこれからもイズワンとして桜を支としてよろしくお願いします23歳も素敵な1位置になりますようにと遠藤ちゃんがねイラストも添えてくれたんですけどすごい綺麗パノラマの私なんですけどめちゃめちゃ綺麗花束になってるんだ私が本当に綺麗ありがとうございます綺麗に描いてくださって いや本当にねね昨日ねあのコンサート終わった後にみんなでねご飯食べながら話してたんですけどコンサートの時はめちゃめちゃ寂しかったんですよでもまたみんなでなんか昔の話とかしながら笑い合ってると正直、また1週間後とかにスケジュール始まりそうじゃないって話してました。 でまた1週間ぐらいちょっと休んでまたスケジュール始まりますって言ってスケジュールの家族が来そうみたいなのを言っててやっぱ実感が湧かないっていうか、まあ、まだみんなで住んでるっていうのもあるからプライベートメールもまだあるからね本当の終わりではないじゃないですかでも w i t h o n の前に立ってリアルタイムで w i t o n の皆さんに会えるのは最後だったけど完全なさよならじゃなかったからメンバーとは。 まあ、プライベートメールもあるからファンの皆さんも本当の最後ではないんですけどだからなんか本当にね、うん、分かんなかったです実感がまだまたないですねでまた悲しい悲しいメールって言ったらですけどこういう感動的なメールが吹くとまた涙が出てくる今日も結構私このラジオ撮ってるの結構精神上良くないと思います <laughs> 頑張ってると思いますあのいやさくの木はやりたいし作くの木したくないとかじゃないんですけどこう 結構私って大変な時でも絶対ラジオがあるから何か伝えないといけなくてウィズワンの皆さんに結構私って大変な中頑張ってるなって思ってます <laughs> さあそれではここで一曲アイ− u のオンラインコンサート「ワンダーストーリー2日目」にユニットで披露したナンバーですファンの皆さんが本当に見たいってずっと言ってて私たちも練習してる時にファンの皆さんが喜んでくれたら嬉しいなと思って頑張って準備した曲です聴いてくださいアイ− u で「ピンクブラッシャー」 BFM 宮脇さくらの今夜桜の木の下で引き続きメッセージご紹介しますオンラインコンサートワンダーストーリーの感想をいただいていますラジオネームコンチーズさんありがとうございますさくちゃんお疲れ様でしたお疲れ様でしたこの十三日と14日を行われたワンダーストーリーを見終わって感想と感謝の気持ちを伝えたくてメールします オープニングの「ラビアン・ローズ」は「アイズオンの1曲目でもありこの曲で始まったことでデビュー当時のみんなの初々しい姿が浮かんできて1曲目から感動しながら見ていました真っ赤な衣装も曲にぴったりですごくかっこよかったです ユニットは1日目と2日目が違っていたのが2倍楽しめましたクちゃんファンとしては1日目のソンミさんのカバーも今まで見たことなかった小道具を使ったパフォーマンスと3人の表現力がまたさらに成長を遂げているようで圧倒されました2日目のピンクブラッシャーはもう念願かなった感じでもうこれで一生悔いはないぐらいです可愛すぎる1日目でセンス振り回したあの人とは思えないギャップでした 全て見終わって思った今は本当にさくちゃんとアイザのメンバーには感謝の気持ちしかないですさくちゃんも言っていたように今はすごく寂しい気持ちが大きいですがアイザと共に過ごして2年半は一生の宝物ですアイドルを応援するのはある意味一方的な愛を送ることで自分でもそれが当たり前だと思っていました見返りを求めたこともなかったですでもさくちゃんを応援している間は応援しているはずの自分もすごく愛されて応援されているような幸せと力をもらいました 2年半ウィズ・ワンが愛したアイズワンでいてくれてありがとうございますそしてこれからもさくちゃんが挑戦していく宮城さくらの人生を応援します本当にコンサートお疲れ様でしたとありがとうございますそうユニット曲ね今回もその1日目のユニットはカバーということで私はソンミさんのソンミ先輩の「ボルンタルフルムーン」っていうね曲をミンジュとチェヨンと一緒にカバーさせてもらったんですけど 今回もメンバー同士で何をしたいかを話し合ってユニットを決めたんですよね。でチェヨンがずっと前からこのセンスを使ったパフォーマンスをしたいと小道具を使ってやりたいっていうのを聞いててそれを聞いて私もおそれは一緒にやってみたいなと思ってたしチェヨンが前回やってたゲインスターのステージを見て。 私もチェヨンが作る舞台に一緒に立ってみたいなっていうのを思ってたので最後のステージっていうのもあったしだからチェヨンと一緒にやりたいって言ってそこからメンバーを探して民ュもねそういうのをやってみたいと思ってたっていうことがあったので一緒にやることになりましたチェヨンが昔からお世話になってたダンスの先生と一緒にさせていただいたんですけども先生にもたくさんのことを学ばせていただいてすごく私の中でもうん新しい 私を見せられたた気がししてとてとも楽しかったです。そう、あとね、ソンミさんも動画を見てね、t h e y a r AMAZING とねあの、ツイッターにそう載せてくださってて、本当にびっくりしました。3人ですごく喜びました。本当に嬉しかったです。大先輩なのに、本当に。 そしてこんなコ感想もいただいています。ラジオネームカナーさん、ありがとうございます。サクちゃん、こんばんは。こんばんは。まずは、誕生日おめでとうございます。これからも素敵な年になりますように。そして今日ラスコンを拝見しました。言いたいことはたくさんあるし、正直まだ涙が止まらなくて、いろんな感情が溢れ出しています。でも、とりあえず伝えたいのは、2年半たくさんの幸せをありがとうということです。ウィザーンはたくさん泣いたけど、それは大好きだからです。辛い思いをさせたなんて思わんああ、もう <laughs>。 あまり虫はせきすぎたみたいです辛いことがあったときもアイズ・ンのおかげで嫌られたこともあったしみんなが毎日を楽しくしてくれましたくちゃんやみんなも辛いこともたくさんあっただろうけど乗り越えて一人もかけずな走りきってくれてありがとうこれからどんな道を選んでいってもどんな状況や場所でも応援しているし絶対に味方でいるのでくちゃんの気持ちを大切にしてください本当にありがとう愛してるよありがとうございますファンの皆さんがね私たちがうん 辛いい気持ちにななってるんじゃかかとかすごく皆さんがうん心配だったりしてくださってるのはあるんですけどあんまり怒らないでくださいね <laughs> あんまり怒らないでください私たちがただ寂しいだけなので <laughs> それでは今夜のラストナンバーです2日目ラストに歌わせていただいたナンバーです聞いてくださいあいつなんでスロージャーニー,ベイフェーム宮 今夜桜のあいつは宮城さくらがお送りしてきた「今夜桜の木の下」でいかがだったでしょうか最後にラジオネームえんどうさんからちょっとした質問ですキムチ餃子はどんな食べ物なのか教えてくださいということであのキムチ餃子は中にキムチが入ってる餃子なんですけど私たちがそのコンサートやってたスタジオの近くにキムチカムジャマンドゥがあったんですよキムチジャガイモギ、ま、餃子っていうのがあって それがめちゃめちゃ美味しくて、まあ、リハーサルとかもあって4日間ぐらいそのスタジオに行ってたんですけどあ本当に美味しくてそれを毎日食べてましただから今日もキムチ餃子を買ってくれてありがとうございますというかんちゃんの言葉がね出たんですね <laughs> それではここで a i のお知らせですあごめんなさい今台本の一番下に <laughs> あの 久間木のスタッフさんからのメッセージあって知らなくて読んで死ぬかと思った読んでもいいんですかねこれ読,読みたいな <laughs> スタッフさんからのメッセージですさくちゃん3月13日14日しっかり見させていただきましたまずは IZONE お疲れ様でした多くの w i ンと同じ気持ちなのでここでは信じませんがこのスカを見てのまだ何も始まってないんじゃないかと宮脇桜というスターのおつまみの限さを感じました 終演度部舞台において一瞬も終わりを感じさせない宮城桜、あとにも先にも現れない宮城桜に関われたことに感謝します。改めてお疲れ様でした。そして素晴らしい日々ありがとうございました。この先にまず宮城桜の新たなストーリーに関わる気満々でした。あありがととううございます。<laughs> あともう一人、ね まずは報告、ライブが終わって5時間後ぐらいにメールを締め切ったのですが、w i ワ1から本当にたくさんのメールをいただきました。ありがたく1枚1枚拝見しました。みんな w i ワ1でいたことを幸せに思っているメールでした。今は悲しいのしょうがないけど、そして女性からのメールが日に日に増えていることを感じる日々でした。ライブを2日間拝見しての感想は、IZ1 はお互い思い合う素晴らしい住人でした。きっとその関係じゃ変わらないのでしょうね。またメンバーが。 交わるるる日が来とと信じていいますそういうこともある世界だから私自身も幸せでしたありがとうございましたそしてこの「アイズアンデ y を突き進んできた宮城さくらはこの先力強くさらにどんなことも乗り越えていくような気がします宮城さくらがやりたいと思える道が正解だと思います次の宮城さくらも応援しています 上のスタッフも言っていますが私も関わる気満々ですどんな形でも宮城桜につきまといます <laughs> ひとまずお疲れ様でしたそして今日も終了ありがとうございましたとああありがとうございます素敵なメッセージをあ本当にありがとうございます <laughs> そうアイズワンメンバーともお別れなんですけどまっ、あ、きの期は続きますけど他のアイズワン関係のスタッフさんともお別れだったっていうのがすごく悲しかったですスタッフさんもみんな泣いててコンサート後に <laughs> 絶対泣かないと思ってたら結構クールなメイクの先生とかも泣いててみんなで「えー、泣いてる!」とか言って泣きながら写真撮ったりしてすごく素敵な方々に囲まれてアイズさんの活動してたんだなって思いました <laughs> さあそれではここでアイさんのお知らせです アイズワンファーストコンサートインジャパンアイズワンミーターツアーファイナル埼玉スーパーアリーナが4月14日に発売されますアイズワンオフィシャルショップでしか発売されないアイズワンジャパンオフィシャルショップエディションもあります詳しくはアイズワンのアイズワンジャパンオフィシャルサイトやアイズワンジャパンファンクラブなどでどうぞそしてプライベートメールもしているのでぜひ見てください番組後にメールを送ると毎週1名様に抽選でピンクのクの T シャツ当たりますご希望の方はあなたの郵便番号、住所 締め電話番号希望のティのサイズ SMLXL も忘れなくメールはサクットマーク b m ドットシオドット JP まで1名様にプレゼントします応募の締め切りは3月24日の番組スタート前までです詳しくは番組のホームページをチェックしてくださいこの後は b m インターネットラジオをチェックしてください b m インターネットラジオでは今日も今の思いたっぷり語っています番組へのメッセージを送る場合にはぜひオンドシー名前やラジオネームを書いてください っていうか私誕生日おめでとう <laughs> というわけで宮城さくらの「今夜桜の木の下」でお会いいた宮城さくらでした来週もこの時間に桜の木の下であなたを待ってます